土井陽一土井陽一は、熊本県出身の元プロサッカー選手。ポジションはゴールキーパー。元日本代表。中学校1年生の時にサッカーを始めた。1992年、熊本県立大津高等学校卒業後の日本、サッカーリーグが内定していたが、足の骨折により契約が流れた。プロ選手への夢を諦めきれず、日本テレビ、天才、たけしの元気が出るテレビ。 の番組内企画、元気 FC に出演。J リーグクラブへのアピールを行い、ジャパンフットボールリーグ、日立製作所本社サッカー部との契約を果たした。加藤隆二らとのポジション争いを経て、政治系の地位をつかみ、1996年には、アトランタ五輪バックアップメンバー選出や、ジョモカップ出場など活躍を見せたが、1998年以降は、 南祐太や吉田宗弘の台頭を受け、ベンチ入りメンバーからも外れがちとなっていた。2000年には出場機会を求め、この年より J1 に昇格した FC 東京に完全移籍で加入。大熊清監督の標榜する全員守備のようとして、開幕からレギュラーポジションを維持、課題のポジショニングや状況判断を向上させ、安定感を高めた。 2002年に原博美監督が就任してからもその信頼は揺るがず2004年セカンド第11節対広島戦で146試合連続フルタイム出場という J リーグ新記録を達成この年の J リーグベストイレブンにも選出されたまた同年のナビスコカップ決勝では退場者を出す不利な状況の中浦和の猛攻に耐え優勝に貢献するとともに自らも MVP を獲得。その後は、日本代表との並行による、コンディション調整に苦心しながらも、シュートへの鋭い反応と、正確なキャッチング、守備陣を動かすコーチングを武器に、政治意見として、出場を続け、2006年第33節対、浦和戦の不出場に至るまで、2000年開幕戦から、延べ216試合連続フルタイム出場という、J リーグ新記録を打ち立てた。 2007年は、塩田一志にレギュラーを奪われるようになり、同年末に退団。試合での攻守だけでなく、首相を任され、精神的にもチームを牽引する存在だった。2003年、J1 ファーストステージにおいて、FC 東京がリーグ最小失点を記録したことで評価を高め、同年6月に日本代表として、コンフェデレーションズカップに帯同。以後も、川口農葛、 奈良崎聖豪に次ぐ第 3GK の立場ながらメンバー入りを続け2004年2月のキリンチャレンジカップマレーシア戦で国際 A マッチ初出場を果たした2005年の東アジア選手権第3戦の韓国戦ではスーパーセーブを連発し日本の勝利に貢献した2006年ドイツワールドカップにも選出され試合出場こそなかったが最年長選手として チームを盛り立て、対ブラジル戦のハーフタイムでは出場していた川口を励ます様子が見られた。日本代表の紅白戦では、攻撃的なポジションを任されることが多く、得点を挙げることもあった。2008年、福西隆史と共に J1 へ復帰した同じ東京のライバル、東京ベルディへと完全一席。一席後は、高木吉成を抑えて、 政治いけの座を獲得し、リーグ戦前試合出場と奮闘したがチームは17位となり、J に降格。クラブの経営悪化により一度は契約非行新が発表されたが、現方での再オファーに応じ、翌2009年の1月に再契約が発表された。J に降格後も、政治いけの座を守り、高木は名古屋移籍した。2011年5月4日、フルス FC 東京との 東京ダービー試合中に負傷交代。左アキレス腱断裂により、全治6ヶ月と診断され離脱。持ち前の投資は衰えず、2012年7月15日、第24節鳥取戦で1年2ヶ月ぶりに、復帰し、柴崎高弘からポジションを奪取。至近距離でのシュートセーブの鋭さを見せ、健在ぶりを発揮していたが、この年限りで戦力外となり、 シーズン終了後、契約満了により退団。2013年1月、現役引退と東京部位の育成 GK コーチ就任が発表された。同年末、J リーグ功労選手賞受賞。2014年、JFA 公認 A 級、ジェネラルライセンス取得。また、トレーナー木場克美と共に、アスリートのコンディション調整治療や、トレーニング指導などを行う。 株式会社アスリートウェーブの経営者としても活動している。2014年9月、東京 V トップチーム監督、トカシ5一の要望を受け、同チームの GK コーチに就任。トカシの退任に伴い2016年限りで退任。2017年、東京ベルディの育成 GK コーチに就任。シーズン終了後の11月に、同コーチを契約満了で退任。その後、 2018年シーズンからレノファ山口 FC トップチーム GK コーチに就任することが発表された。ありがとうございます。